バックパックバトル、3回目やっていくよ。さあ出かけよう、一切れのパン、ナイフ、ランプカバンに詰め込んで。合言葉は置いといて、本日は魂のランク1回行かせていただきます。いろいろな解説や流れは済んでるので今日もサクッと行くよ。待て待て、ランク。ああ、じゃねえよ。プラチナになっとるやんけ。君、汚い言葉はやめてね。これは紳士のスポーツで、私はバックパックに降り立つ一筋の流れ星よ。こんな頭の悪い、システム理解してない脳筋でも上がったんだな。理解していなくても、気合で遊ぶのがこのスポーツだよ。では、早速。OK。追加アイテム。ほうき、砂やほこりで目つぶし。フライパン。5匹の子豚のチャールストン1匹目。バナナン。以上で、魂のバクパバトルスタート。プラチナ1戦目。緊張します。豚、向こうの方が多い。生意気だな。武器が1本とか、そっちの天使は売ってくれなかったのか、不死。やっぴー、あれ、そんな苦戦しなかったな。さすがの運ゲーム。対戦ありがとうございました。追加アイテム。バッグ。ほうき。フライパンで爆破よろしくお願いします。貧弱でさすがに見なくてもわかります。何でもいい買ってくれ。どんな卑怯なことをしてもいい。スコップで落とし穴掘れ、フライパンでぶったたけー。天罰起きろ、クソが。ほうきのダメージ弱いし、スタミナなさすぎて何もできん。起きろ、奇跡。はぁ、バーカ。バックパックばっかやってんじゃねえよ。雑魚が、対戦ありがとうございました。追加アイテム。バッグ。バナナ。お金がないのでバクパ行きます。よろしくお願いします。これいい勝負じゃないか。相手も貧乏そうだぜ。勝て勝ってくれ。一発録画中なんだ。全敗したら短すぎて2000分取らないとじゃないのか。ダメです。魂の一戦なのでこれだけで終わりだよ。バナナ投げろ、ドンキーコングみたいに川で人殺せ。はーん。対戦ありがとうございました。プラチナ無理です。みんな気違いだわ。追加アイテム。バッグ。メス豚。ニンニク。宝石箱。以上で泣きそうな一戦よろしくお願いいたします。現在勝利1、ザンライフさん。お前なんかバックパック被ってんだけど、砂ぶっかけられそう。苦しい、目に砂が。アンインストールか、殺せ、豚で殴れ。現実の声も吠えてて喉が死にそう。コピー野郎だよ、汚ねえんだよ。やっぴー、謎の勝利。対戦ありがとうございました。人の真似しても勝てませんよ、勝利2、ザンライフさん。追加アイテム。バッグ、ポケモンカード、人参、以上でバクパよろしくお願いいたします。もう一から整理とかしないと勝てない面倒なレベルに来てるんじゃないかと思いつつそれだけ流行らないですスタート。なんかすげえ戦えそうな相手ばっかり来る。ここらから遊びじゃねえのか。そんなのやだ。除草剤負け、相手の自然アイテム全部からしてやれ。ポーションにこもあんじゃねえか。それよこせ。ガブガブ飲んでずるいいんだよ。男なら拳で戦え。ちまちまやってねえでよ。グーで来いよ。こっちはスコップ使うけどな。やっぴー、なんか勝ったぜ。対戦ありがとうございました。勝利3、ザンライフ2、ギリギリです。追加アイテム、バッグ、ドデカ宝石、以上で破産爆破対戦よろしくお願いいたします。ポーション飲みすぎ、アイテムいいのありすぎだな。そっちの天使ずるくないか。豚も2匹も進化しやがって、金持ちめ。これ同等のラウンドかと疑うくらいアイテムいてくるんだけど、公平なのか。俺の砂と勝負したいのか、いくら欲しいんだ、金やるから負けてくれ。並べ方がなんか考えられてそう。時間ばっかりかけて楽しいか。男なら勢いで勝負しろやー。はい、整理整頓教えられました。次、勝利さん、ザンライフ2、もう後がないです。ピキピキ。追加アイテム、バッグ、バッグ、いちごポーション、バクパ対戦よろしくお願いいたします。そういえば最初の画面のキャラ変更で見れるけど、この相手毒が得意らしいね。いつかやってみたいね。もう負けられねえ。これ負けたらアンインストールするか。このクソ面白くないゲーム。こっちの天使ポンコツすぎて無理だわ。砂とバナナでいけるか。俺は神だ、ひざまずけやー。やっぴー、わけわかんないアイテムばっか揃えやがって。こっちとらもうレシピのオープン諦めたんだよ。対戦ありがとうございました。勝利4、ザンライフ2。追加アイテム、俺の股間を隠す葉っぱ、バッグ、ゴッド光剣、宝石、以上でバクパ。やっぴー、ピーピー。バックパック綺麗すぎだろ。俺の砂で中身いっぱいにしてやろうか。こっちは小さい鼻クソまであるんだぞ。鼻クソ爆弾くらえ。お前の服に鼻クソつけてやる。メンタルゲームだ。メンタルから削っていけ。やっぴー。二度と逆らうなよ。対戦ありがとうございました。勝利後、ザンライフ2。まだ半分か。めまいするぜ。追加アイテム、ミキプルーン、バッグ、パイナップル。以上でバクパ対戦よろしくお願いします。弓矢、ハヤブサの剣じゃね、憧れなんですが。
豚もゾンビになってるし、気合しかねえな。え、早すぎはロタ。でもギリギリ。謎ゲームですね。対戦ありがとうございました。勝利6。残ライフ2。追加アイテム。人参。バッグ。宝石。バッグ。ゴールドとスペース内爆破スタート。なんか見たことない形だな。というか、舐めてんの、お前。さすがに整理してない俺よりスペースすっかすかじゃね。そんなんじゃ砂と石ころ詰め放題だぜ。対戦ありがとうございました。この動画見て勉強してね。勝利7。残ライフ2。もうこのランクなら上出来じゃないでしょうか。追加アイテム。ドラゴンの卵。宝石。以上で比率区爆破よろしくお願いします。養豚牧場、豚4匹もいる、キノコも一平だ。トリュフでも取ってんのか、ここ爆破だぞ、なめんてんじゃねえよ。やっぴー。対戦ありがとうございました。残ライフ2。勝利8。長い戦いだ。豚羨ましいです。追加アイテム。バッグ。スズメ。バッグ。以上で、店主そろそろいいのお願い爆破バトルスタート。これさ、カードいっぱいあるんだけどどういう効果なんだろうね。相手の専用アイテムだろうけど。カードと野菜とかを蹴るのずるくね。ドラゴンも2種類あるし。なんかアーチャーの専用アイテムって弱そうじゃね。これ課金キャラとか出たら一気にクソゲー。やっぴー。対戦ありがとうございました。残ライフ2。勝利9。話してる間に謎勝ちしたよ。追加アイテム。薬草。指輪。ルビー。以上で爆破、原平に先点でよろしくお願いします。お前のバッグ、黄色、光りすぎなんだけど、キモい。なんかゴッド剣に本あるし、負けそうだ。ドラゴン、ドラゴンブレスかませ、その地獄の豪華でやっ払っちまえ。やっぴー。雑骨。正直負けると思ってたかんな、ドラゴンが効いた気がするわからんけど。対戦ありがとうございました。残ライフ2。勝利10。逃げたい。録画してるんですよね。いやいや、サバイバルに行きたいと思います。よろしくお願いいたします。あ、継続難産ライフ1増えました。2は欲しいよ。追加アイテム。バッグ。手袋。以上でバッグバトルスタート。そういえば最近気づいたけど、左下に残りラウンド書いてあるね。今頃知って恥ずかしいよ。バッグ小さくねえか、でも青い剣とか見たことないのもあるな。そんな釣りはぎのズボンじゃ、お金もなくてバッグ買えなかったのか。なんかたまたま買ったドラゴン強そうだな。これ強いんか、やっぱり。燃え尽きろやあ、ファイヤー。やっぴー、お金貯めてから出直してきな。対戦ありがとうございました。ザンライフさん、勝利11、すご、でもびっくりだぜ。追加アイテム、バッグ、血のルビー、ニンニク、バッグ、バッグ、相変わらずのバッグばかりでバッファよろしくお願いいたします。めっちゃイチゴポーションあるじゃん。喉乾きすぎじゃねえか。武器がいつの時代ですか。このラウンドでまだスコップとか。舐めてるのか。でもなんかすげえ合成してるな。まだ作り中かな。さすがに、相手が悪かったようだな。光の剣の詐欺になっちまいな。なんか相手一瞬光ってなかった。なんだあれ。まだ謎の多いゲームだぜ。おめえ杖じゃねえか。この世で一番強い奴に会いに来ました。やっぴー。この世で杖の歯おめえじゃなかったな。対戦ありがとうございました。まだ探しに行くぜ。追加アイテム、バッグ、卵、宝石、もう買えるものがなくなってきたよの爆破よろしくお願いいたします。手袋と魔法のランプが目立ちすぎー。すっかすかだけど、全火用、てめえ火用。これぞ、砂地獄、砂でバッグパンパンのパンにしてやるからな。お願い、買ってください。はーん、負けてんじゃねえかよ。クソだよー、対戦ありがとうございました。追加アイテム、宝石、手袋、謎の石、初採用で対戦よろしくお願いいたします。時も抜かれてます。意味わからんけど強そう。てか、そんなにアイテム揃うもの？これアーマー砕けないよ。早く帰ろう。ありがとうございました。次でいいんだけど、長引いてて笑います。早くして。じりじり押しつぶされる。満足のいく足でした。対戦ありがとうございました。追加アイテム、いちごポーション、人参、ブース、指輪、ライフ1だから悔いがないように強そうなものたくさん詰め込んでみたよ。さあ対戦に出かけよう。なぜか隙間多くない？余裕の現れ？それとも剣とかフライパン高いのか？こっちはドラゴンブレスの嵐だぞ。暗い地獄の豪華。お互いあんまり減らないのが謎すぎだろ。ライフ1なめんなよ。失うものがない奴は怖えんだぞ。スタミナ多すぎだろ。どこで確保できてんだよ。やっぴー。まさに死闘。バッグ適当でもいけたよ。今回もバックパックの神に愛されていました。半分まで来た。どうですかね。もうお腹いっぱいですか。次あるかな。すごい悩むけど今日はこの辺で。バックパックバトル。やっぴーだぜ。またね。
はい、ご視聴いつもありがとうです。中の人です。バックパックもう3回目。そろそろこのシリーズ終わりでもいいかなと考えてる。前も言ったけど、まあ不定期でいいのかな。バックパック、並べ方見たらわかるけど、まあ最初整理したら並べ方変えてないんだよね。面倒すぎてさ。なんかそんなに整理してまでとは思ってないんだよね。あとはなんかそんな適当な納金でもここまで、まあ運が多いのもあるだろうけど、あんま負けたないんだよね、記憶はね。多分この先あたりからでも普通に、なんだろう、配置ちゃんと、なんだっけ、速度アップのバックとかをちゃんと何かにつけたりとか回していかなきゃいけないんだろうね。まあ、アップデート、頻繁にあるけど、次どうしようかね。もう一つのキャラやる？どうしようかなと思ってて。まあ、ランキングとかミステリーとかもあるから、一回また、ちょっとゲームお休みしてもいいかなと思ったりもするんだけどね。作る時間があるからね。ランキングとかあっちの方が、ゲームやれば時間かかるから、まあ、あとキャラ増えないと飽きるよね。最高ランクってどこまであるんだろうね。今回、割とゲーム楽しむの優先にして、ほとんど何も調べてないんだよね。左下に残りラウンドが書いてあるのも、今回ぐらいに気づいてるし、それまでずっと気づいてないっていう。そこ見て、まあ、最後アイテム変えたりした方がいいのは、この動画で気づいたから、まあ、まあ、気づいてない人もたくさんいると思う。まあ、ゲームの話題はこの辺でやめとこうかな。長くなるので、そうだね。まあ、ここで一回やめてもいいかなとはすごい思ってる。見たい人おる？そんなにいないような気がする。はい、それじゃあこの辺でお疲れです。登録よろしくお願いします。と。